アバブバイクストア須崎です。いつもお世話になってます。今日はですね、サーリーのブリッジクラブが新しい新色になりまして、それに伴って少しコンポーネントも変わりました。とても神がかってかっこよくなっているのでご紹介しようと思います。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズではスチールのバイク、カスタムのバイク、ハンドメイドのバイク、スタイルのある自転車をご紹介することを得意でやらせていただいております。今まで取りためたアーカイブスは800本以上ございますので、ぜひ 1,2 本見ていただいて、面白かったって思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録をご活用ください。はい、上手に喋れました。よかった。はい、今日はですね、 V 字クラブ、はい、新色でございます。可愛いお色ですよね。ずっとダークカラー、この前のお色の色チェンジは、マジェスティックモスだったと記憶しているんですけれども、今回のブリッジクラブに関して言うと新色、この、お色味は、問屋さん、モトクロスインターナショナルの問屋さんではベージュベージュって叫ばれているんですけれども、ベージュって言っちゃうとちょっと語弊があるかなと思っておりまして、このお色味はウィップドバッターっていうお色です。はい、すごく可愛くないですか。めちゃめちゃ可愛いですよね。可愛いですね。はい、このカラーリングとても人気が出るんじゃないかなって僕は思うんですけれども、皆さんにはどういう風に映っていらっしゃるでしょうか。ネーミングセンス抜群にやっぱり良くて、男性も女性も絶対好きな色だと思うんですよね。はい、乳製品アレルギーとかじゃない限りとても好きな色なんじゃないかなと思います。改めてご紹介させていただくと、ブリッジクラブってサーリーの歴史を語る上でとってもとっても大切な、いろんなパーツを踏襲していまして、そのあたりをご説明させていただいていきますね。はい、実は、サーリーっていうブランドネーム、今こちらにダウンチューブについてるのはブランドロゴ、ワンバイワンというブランドネームでスタートしました。サーリーという名前の前にワンバイワンという、モデル名が先行してたんですよね。で、そのモデル名がワンバイワンというモデルだったんですけれども、一番こう初号機フレームセットで販売されていたモデルになります。で、当時はミネアポリスの、ハンドメイドビルダーの方が作っていて、でそれをサーリーがその権利を買い取って、で、台湾で生産するっていう風なところからスタートしたのがサーリーの歴史なんですけれども、そのワンバイワン26インチのシングルスピードっていう風なものからスタートしています。当時は、感知ブレーキとかがついていて、ディスクブレーキ台座もついていて、いろんな両方に振り込めるような、そういう風な仕様で組めるような車両でした。で当時は、タイヤが大きい、700C より、タイヤが大きいものっていうのは、大きいというか太いものっていうのは26インチだったんですよ。だから299とかは非常にレアで、27.5 っていう規格もレアで、26インチが世界的に最もタイヤの種類が選べるサイズというふうに当時は言われていました。それがもう、30年ほど前の話になるんですけれども、そういうふうな、規格でまずスタートし、10年までいかないと思いますけれども、ワンバイワンのモデルがもう、生産されませんと。26インチっていうのも、まあ、比較的、今はタイヤがなかなか選びづらいような状態になっているので、27.5 の、ホイールセットに移行します。それに伴って、マウンテンバイクの規格も、110ミリのブースト、15ミリのスルーアクセル、そういう風な規格のものにどんどん変化してきます。それに、こう踏襲された形で、サーリーの DNA を脈々と受け継いだ形がローサイドという風なモデル、それもマウンテンバイクのシングルスピードっていう風な基本設計があるんですけれども、そういう風なモデルになってます。で、ローサイドをもっとギアブにしたりとか、ローサイドでもギアブはもちろんできるんですけれども、そのギアブにした形をもっとワンバイワンに近づけるとどんな感じかなって考えると、この V 字クラブは基本設計がシングルスピードっていう風なところではないんですが、その当時の、ワンバイワンを作っていた当時の形を想像すると、こうチェーンテンションとかをつけてシングルスピード化して、
できるだけ壊れないような形でマウンテンバイクを乗っていたっていう風な、その歴史上の、車両に非常に酷似している僕は考えるんです。で、まあそういう風な部分で考えると初期ワンバイワンも、今のロッドの、ロースタイルもこのブリッジクラブはギアードという風な形でサーリーの DNA を最も濃く反映させた1台というふうに言っても過言ではないかなと思います。僕はちょっと熱量多めでこのブリッジクラブについてはご説明しますけれども、とても乗りやすくてちょうどいいかって思えるようなパーツコースで、余裕のあるタイヤのクリアランス、これ 2.4 っていう 27.5 の 2.4 っていうふうな感じになっておりまして、そのあたりについても、はい、とてもいろんな拡張性が持てるのかなと思っています。このダボ穴の多さだったり、できることとできないことだったらできることの方が多いんだけれども、スポーツカーではないけど大体のことが取り行うことができますよみたいな、まあなんかハイエース的な車両ですね。そんな感じの、四駆のハイエースみたいな感じの、はい、いい子です。それがブリッジクラブかなと思ってましてです。パーツの構成がマジェスティックモスからちょっと変わりまして、シマノのキューズっていうモデルになりました。ちょっとね、シスターキューズです。おそらくキューズなんで11速だと思うんですけれども、このキューズ、はい、クランクもキューズ、リアのディレイラーもキューズ、カセットも確かこれキューズです。ここまでちゃんとキューズで揃えてくるっていうのはなかなか今までの感じだとなくって、品番までしっかり揃えてくるっていうのは、これはシマノの方でもプロモーションとして OEM で供給することでヒューズをみんなに知ってもらおうっていう風な策略があるんだと思います。なかなかこういう風な揃った品番でパンってこう全部の車両に、全てをのコンポーネントを入れるってなかなかしないんですけれども、今回はブリッジクラブにおいては今のコンポーネントで統一されてるっていう風な、はい、とても珍しい、はい、モデルイヤーなのかなと思っている次第です。まあ対して、ね、モデルチェンジって言っても何かどっかが、変わるとかあんまりないので、お色味ぐらいとあとそのコンポーネントの違いぐらいなんですけれども、ブリッジクラブは珍しく、はい、シマノのキューズでまとまったっていう風なところで、はい、申し上げております。ブレーキはね残念ながらキューズじゃないですよね。ブレーキレバーはテクトロのモデルになっております。はい、WTB のタイヤもちょっと今までは白の、ロゴだったのがちょっとグレーロゴになってますよね。トライボス今までこれ白でしたよね。確かそうだった。サーリーの DNA をしっかり受け継いでいるっていう風な話をしましたけれども、 FFF ファッティーズフィットファインっていうスローガンがサーリーにありまして、どういう意味かというとですね、細いより太い方が調子いいよねっていう意味なんですよ。エアボリュームをしっかりタイヤに持たせて、サスペンションの機能をタイヤに持たせましょう、自分の体とタイヤに持たせることで、メンテナンスフィーだったりとかそういうものがグッと圧縮することができて、非常にリーズナブルに自転車スポーツバイクに乗り続けることができるよねっていう風な概念が発売当初から叫ばれているサーリーの DNA かなと思っています。ダートで走ることをやっぱりまあ得意としているので、スポーツ車もミッドナイトスペシャル 27.5 とか 650B の 47C、まあ、決して細くないですよね。一番細いのは何かというとプリアンブル、プリアンブルは650の、38くらいかという感じです。写真をまた撮っております。ぜひそちらをご覧ください。
はい、ありがとうございました。いろいろと、はい、こういう風な車両を得意でやらせていただいております。特に黒森だったりとか、タイヤの太いバイクだったりとかマウンテンバイクだったりとか、グラベルだったりとかそういう風な自転車が比較的得意でやらせていただいております。これからどんどんといろんなモデルをアップしていこうと思いますし、お客様の、納車させていただいた自転車なんかは今までに相当数上げさせていただいております。皆様からご縁を頂戴してありがたくも忙しくやらせていただいております。ぜひご興味がある方は下記概要欄の方からお電話いただくか、はい、メールの方を頂戴できればと思っております。本日ご紹介した、このブリッジクラブは下記概要欄の方からリンクをたどってぜひ販売ページの方にいらしてください。現金でご決済いただける場合は全国の性能運輸さんまで、無料で、はい、お送りさせていただきます。で、女性の運輸さんまでは取りに行ってください。そういう風な形 で全国にお送りすることもできますので、皆様ぜひご検討よろしくお願いいたします。それでは今日はこんな形で動画を終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。